この路線ね、3つの会社のバスが運行しておりますが、今回は JR バスとなりました。他にね、中央バス、道北バスの運行になっておりますが、このバスがね、一番 Wi-Fi つながりやすいんですよね。いつものように私の移動時は雨が降る天候、今回は雪ですけどね。またこの凍てつく北海道を離れますが、その前に札幌へ。その一泊目の宿に到着しました。ラジエントステイ札幌大通りです。部屋はモデレートダブルでの予約でしたけど、無料アップグレードされました。スーペリアダブル。部屋がね、約5平米近く広くなって23平米あります。やっぱりね、このホテルは部屋の居心地が抜群なんですよね。以前モデレートに泊まった時もね、ほんと良かったです。なのでこのホテルがこのお値段って驚異的なんですよね。こんなどでか海鮮丼がね、メインのメニューです。一番安い海鮮丼でね、1000円切ってる安さですね。私と相方とでね、1番人気2番人気を頼んで、シェアしていただこうと思います。こちらがね、相方が中心に食べるね、旬の日替わり海鮮丼、1408円。北海道らしいね、ソイ、漬けニシン、銀ガレーって構成です。中央に注ぎ立っているのがソイですね。そしてアジのような漬けがね、ニシンです。そして油の乗ったピンク色のが銀ガレーですね。こちらが名物始発の10種海鮮丼。ここのお店の一番人気ですね。お値段1848円です。このてんこ盛りにもらえたね、海鮮10種っていうかね、数えてみるとプラスあと 2,3 種あったような感じですね。分かっただけでね、ボタンエビ、ホタテ、サバ、カツオ、キンメダイ、マグロ、サーモン、シラス、ヒラメ、カニのほぐし身などですね。もうこれ海鮮丼の究極もんでしょう。2000円以内で食える海鮮丼の最高峰って印象ですね。戻ってくるとね、ご覧の観覧車、ノルベサの夜景が見える部屋でしたね。左側にはね、複合商業施設、ここのすすきのですね。私らはまだね、ここのすすきの行ったことないんで、明日の日中はね、行ってみようと思ってます。